アルマ・ルーベンスはアメリカ合衆国の映画舞台女優。1910年代中頃にデビュー。1916年に映画ザ・ハーフ・ブリードでダグラス・フェアバンクスと共演し、早くもスターダムを駆け上がった。最後の10年間は助演としてコメディアドラマに出演。1920年代には自身の経歴を終える原因となる薬物中毒に陥った。 1931年1月上旬、国会所持で逮捕された直後に、オーバー性肺炎と帰還支援で亡くなった。カリフォルニア州サンフランシスコで、ジョンビーとテレサ・ルーベンス夫妻を両親にあるマジェヌビエーブ・ルーベンスとして生誕。父親は、フランスの血を引いており、母は、アイルランド人を祖先に持つ。ローマカトリック教徒として育ち、サンフランシスコのセクリットハートコンベントスクールに、 通った。いくつかの電気では、彼女の出生名を、ジェヌビエーブ・ドリスコールとする、誤った記述が見られる。ジェヌビエーブは、実のミドルネーム、ドリスコールは、母方の祖母の旧姓であり、アマチュアの頃に実際に使用した芸名であった。アイラブユーフェリス役ミュージカルコメディ劇場一座のコーラスガールが、病気になり、彼女に、初舞台を踏むチャンスが訪れた。 彼女は正規のメンバーと認められ一座に加わり、同じく座員だったフランクリン・ファーナムトであった。彼は後にルーベンスに一座を辞めて映画に挑戦するよう説得した。1916年トライアングルフィルム・コーポレーションと契約を結ぶ。同社における初出演はダグラス・フェアバンクス主演のレジー・ミックス・スインであった。同年コカイン喜劇。 ザ・ミステリー・オブ・ザ・リーピング・フィッシュ、ザ・ハーフ・ブリード、ザ・アメリカーノで、再びフェアバンクスと共演した。翌年日本の西部劇に出演、トリュースフルトリバーで、ウィリアム・エス・ハートと、ザ・ファイアーフライ・オブ・タ・フラッ f で、チャールズ・ガンと共演した。1918年、映画界や出版物であまりに混乱を生じるので、ルーベンスの綴りを、ルーベンスからルーベンスに変えたと発表した。 あとに、ォートプラシに、私の名前は、実は、画家と同じではありません。それがルーベンスだったかルーベンスだったか思い出せません。私には、綴ることができません。どの位置に、E が来るのか思い出せないのです。なので、ルーベンスにしたのです。と語った。ユーモレスク、ガストン・グラスト1920年、ウィリアム・ランドルフ・ハーストのコスモポリタン・プロダクションと、契約を結ぶ。 スタジオはルーベンスをフランドルの画家ピーテル・パウル・ルーベンスの子孫と偽り、新進若手女優として売り出した。コスモポリタンで最初の出演映画はユーモレスクで、この年のスタジオ唯一のヒット作であった。同年後半、世間の男女でモンタギューラブと共演、また、ソートレス・ウィメンに出演、日本とも彼女の人気をさらに高めた。1921年、 体調を崩した際に、医師からモルヒネを処方された後、ヘロイン中毒となった。薬物使用と撮影中の演技が困難になった、ことからウィリアム・ランドルフ・ハーストは出演予定だった。映画から彼女を外したが、その後2年間雇い続けた。二人が恋に落ちたので、ハーストはルーベンスに給料を支払い続けているのだという噂があった。ハーストはこれを否定し、 雇い続けているのはルーベンスに主演女優として、プロモートに、かなりの金額を投資しており、あのような良い主演女優を探すのは困難だからだと、述べた。1922年、カイシモンと雪ヶ谷の脅威でスクリーンに復帰。コスモポリタンの最後の出演映画は1923年の歴史映画、アンダー・アッザ・レッド・ローブであった。同年ファーストはルーベンスを解雇した。 1924年、コロンビア映画の彼女の払った賞に出演、またファーストナショナルの恋の人形に脇役で出演。1925年から1926年にかけてフォックスフィルムで働いた。フォックスでは、エドマンドロー、ルーテリジェント共演した1925年のメロドラマイーストリンがヒットした。1926年、痛める誇張で、 バート・ライテルと共演、また、シベリアで再び、エドマン・ドロー、ルー・テルジェンと共演した。フォックスでの最後の映画は1927年のサロメの心で、その後、フリーとして働く決意をする。1927年後半には、頻繁に薬物中毒の治療のため何ヶ月も療養所に入院させられたため、仕事に多大な悪影響が出ていた。 末期に演じた役の一つが、トーキー版、ショーボートのジュリーで、最後の出演映画から一つ前の作品であり、数少ないトーキー出演作品の一つである。しかし、彼女が話している場面のサウンドトラックは失われたと思われる。1929年2月、治療のため療養所に連れに来た医師を誘うと試み、ルーベンスの中毒が公に知られることとなった。まもなく、 スパードラコ成施設で治療を受けるよう命じられた。その後4人の看護師と2人の男性警備員の監視下にあったにもかかわらず脱走した。その後パサデナの療養所に入院したが、10日後には去った。彼女が麻薬常用を再開したため、1929年5月15日に夫、リカルド・コルテスとルーベンスの母親は治療のタメパットン州立病院に入院させた。 同病院を1929年12月下旬に退院。1930年1月30日、ハリウッド作家クラブが演出した劇に出演し、退院以来初めて公の場に姿を見せた。彼女の演技は監修に好評を持って迎え入れられ、8回のカーテンコールを受けた。上演後ユナイテッドプレスのインタビューを受けて、中毒を克服したと語った。インタビューでは、 薬物乱用への転落と療養所での経験を詳細に話した。1930年2月上旬、薬物中毒から解放され、東部のボードビルツアーでカムバックする予定であると発表し、ニューヨークに向かった。滞在中に夫と共に舞台に渡ったが、2週間と経たず、同月中にカリフォルニアに戻った。1931年1月5日、 コカイン所持及びメキシコからアメリカ合衆国へモルヒネの水を図ったとしてサンディエゴで連邦捜査官によって逮捕された。ルーベンスは自分ははめられたと訴え医師が薬物を摂取していないという彼女の供述を裏付けた。後に5000ドルで保釈され1931年1月の2週目に余震に出廷した。ルーベンスは3回結婚している。 最初の夫は20歳ほど年長の俳優フランクリン・ファーナムで1918年6月に結婚。二人は極秘に結婚し約2ヶ月後に別れた。ルーベンスの離婚訴状によればファーナムは彼女に暴力を振るい顎を外されたこともあった。彼らの離婚は1919 19年12月に成立した。1923年11月劇作家で 映画プロデューサーのダニエル・カーソン・グッドマンと結婚。彼らは1924年後半に別れ、ルーベンスは1925年1月に離婚訴訟を提出した。3人目にして、最後の夫は俳優のリカルド・コルテスで、1926年1月30日にカリフォルニア州リバーサイドで結婚。この時、グッドマンとの離婚がまだ成立しておらず、 コルテスとの結婚は無効とみなされた。彼らは2月8日に再度結婚。1930年中頃、ボードビルツアー中に二人は別れた。死を迎えた時には、コルテスとの離婚訴訟を提起していた。コルテスは、妻の死を知らされなかったと訴え、後に数ヶ月間彼女とは会っておらず、重病であるとは知らなかったと語った。 刑務所からの保釈直後、ルーベンスは風邪をひき、すぐに、オーバー性肺炎と帰還支援にまで悪化した。友人であるチャールズ・ J ・フルーガー医師のロサンゼルスの自宅で昏睡状態に陥り、意識を回復しないまま1931年1月21日に33歳で息を引き取った。葬儀は1月22日、グレンベールのフォレストローンメモリアルパークのリトルチャーチ。 オブフラワーズで取り行われた。そして彼女の遺体は二度目の葬儀が26日に、クリスチャンサイエンス協会で行われるフレズノへと船で運ばれ、その後フレズノのアラナトセメタリーに埋葬された。映画界への貢献により、ハリウッド大通り6409のハリウッドウォークオブフェームに、アルマ・ルーベンスの星型プレートがある。ルーベンスの階層録。 ディスブライトワールドアゲーンが1931年に全国紙で連載された。そこには彼女の経歴と薬物中毒との戦いが生じされている。その全文にゲイリー・ディ・ロードスとアレキサンダー・ウェップによるバイオグラフィとフィルモグラフィを加えたアルマ・マルーベンス、サイレント・スノバードが2006年にマクファーランド社から出版された。ありがとうございます。